身長美容医師学科生成形外科専門医身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長伸ばしたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。さてね、本日お話しさせていただくのは半熟系175センチへの奇跡ということで、先日ですね、何としても175センチいきたい方へ、そちらね動画を上げさせていただいたら過去最速でね1万回再生記録して、すごくですね皆さんが175センチに対して興味があるのが分かりました。その中ですね、コメントの中で半熟系の175センチやった場合はどういった奇跡をね辿るのかってね教えてほしいというのがあって、まあ、前回は日本人の平均的な身長伸びをした場合の175センチについて説明していったんですけども、まあ、今回ですね半熟系175センチの場合はどんなパターンかっていうのをちょっとね簡単に説明していきたいと、まあ、あと具体的な数値もね共有していきたいなと思います。まずはですね半熟系の特徴についてね簡単に説明させてください。半熟系の特徴としては当然なんですけども、まあ、半熟系のまあ定義にもねなってくるぐらいなんですけども、高校の時からもですね全然ガンガン伸びますし、高校卒業してからも伸びるようなタイプの人を一般的に、ね、半熟って呼ぶような形になってきます。そんなですね、まあ、半熟の特徴なんですけども、まあ一つはですねやっぱり両親も半熟だったりだとか、もしくはですね兄弟の方も半熟、もしくはですね自分は今低いんだけども兄弟もしくはご両親が身長が高い人が半熟にですね、まあ、なりがちっていう表現がいいか分からないんですけど、そういったね可能性がまあ高くなってくるかなと思います。まあ、例えばですけど、まあ、両親の遺伝身長でいうと両親のね身長の合計がですね337になると遺伝身長が175センチになるので、一つはですね、まあ、半熟系175って意味だと、まあ、ご両親の身長の合計がやっぱ337は欲しいかなという印象になってきます。逆に言うとご両親の身長の合計の数値が337ですね、はるかに上回るような場合で今身長が低い方の場合ですと半熟傾向が強い可能性は高まってきます。一方でなんですけども、ご両親の身長の合計が325センチは欲しいかなというような感じですね。それより低くてもね175に行けないってことは、ね、絶対言わないですけども、ご両親の身長の合計が325ですと遺伝身長が169センチになりますので、まあそれぐらいは最低でも欲しいかなって印象になってきます。あとですね、まあ半熟系175の特徴としては思春期症状が遅いという形ですね。まあ、思春期症状のまあ一つの目安として分かりやすいのは陰毛だったりもするんですけど、そういったのはですね、まあ、13歳とか14歳とかそういったような時期にね入ってくる、もしくは15歳16歳かもしれないですけど、そういった時期に入ってくるのが半熟系の特徴になってきます。であとはですね、まあ、半熟系とは言ってもですね身長のペースがですね160センチのペースから15センチも低いような状況から盛り返すというのはちょっと考えにくいかなと思いますので、まあ、大体ですね、まあ、身長差5センチぐらいでしょう。まあ、いわゆるですね170センチぐらいのペースで最初伸びていって途中からこう追い返していって最終的に追い抜くみたいな、そんなパターンが、まあ、いわゆる半熟系175センチの特徴かなと思いますので、そういったような感じでね今回データの方を作らせていただきました。今回ですね、まあ、21歳まで身長が、ね、伸びると仮定したデータをね共覧していきたいと思います。それでは、ね、早速ね半熟系175センチの具体的なですねデータの方を、ね、一緒に見ていきたいと思います。まあ、いつも通りなんですけどね学校保健統計調査のデータを元にね作成しております。こちらね5から8歳のデータになってきます。先日紹介させていただいた右の黄色いラインですね、こちらはですね平均的な175センチのペースになってまいります。それに対して左側の赤いラインが半熟系175センチのラインとして今回作成しております。で具体的に言うと5歳の時に半熟系が 105.7、 それに対して平均的175は 109.4 センチということで、だいたい4センチぐらいの差がねあるような形になってきます。6歳の時は112対116、7歳の時は118対122、8歳の時は124対128という形で、この時期はですね、まあ、単純に半熟になってくるのでこの差はほとんど埋まらないというふうに考えます。なのでずっとだいたい170センチのペースになってきます。この時点でですね半熟かどうかを見極めるポイントとしては、もちろん、ね、先ほどお伝えした通りご両親の身長は遺伝身長的にはもっとね170センチも圧倒的に高かったりだとか、兄弟の方も同じような感じで後で半熟だったりとかね、そういったのも一つの特徴になるんですけども、例えばクリニックとかにですね来ていただくと手のレントゲンを撮影したりするといわゆる骨年齢と呼ばれるものですね、まあ、大体1年程度遅かったりするのがこのペースになってきます。で次がですねここが8歳が12歳のペースになってきます。先ほどの5から8歳っていうのはですね、まあ、いわゆるまあ学童期の前半、まあ、いわゆる超少年っていうような時期なんですけども、まあ、先ほどはですねかなり子供ばかったのでかなり少年っぽくなっていくのがこの8歳から12歳で、人によってですね少しですね、まあ、思春期症状がね出てきたりもするのも、この時期のね特徴になってくるかなと思います。読み上げていくと8歳で半熟期が124、それに対して平均が 128.4、 9歳が半熟期175センチが 129.4 に対して平均が134、
10歳が 134.8 に対して 139.7、 11歳が 140.5 に対して 146、 12歳が 147.3 に対して平均的 175、 153.5 というような形ですね。まあ、こんな感じです。万寿系175cm はまだこの段階でも 175cm のペースに近づくことはないと思います。まあ、逆に言うとですね、この時点に近づくようであれば万寿系ではないかもしれません。万寿系はですね、まだこの時点ですと手のレントゲンを取った時の年齢がですね、1歳ほど若いことが多いように思います。大体なんですけども、一つの、ね、まあ、目安としてね、見ていただくと、例えば万寿系 175cm の人は11歳で 140.5cm ぐらいのペースなんですけども、その人がレントゲンを取ると大体骨年齢は1歳ほど若いというような判定になってきます。例えばですけども、10歳の平均的に 175cm のペースが 139.7 になるわけですから、ちょうどぴったりですよね。なので11歳の時点で 140.5cm で骨年齢も11歳だと、それは万寿系と判定しません。万寿系の方は11歳の時点で 140.5cm なんだけども、骨年齢、手の年齢は10歳ぐらい、そういった方ですと、ちょうどですね、10歳の時の 139.7 の平均的なペースとですね、合致しますので、やはり175の方に向かっているでしょうというのが分かります。そして次が12歳から16歳ということで、ここからですね、赤いラインがですね、左から徐々にですね、右にシフトとしているのがご覧いただけるかなと思います。ここからね、分かる通りなんですけど、ここから少しずつですね、万寿系といえどもですね、平均的なペースに近づいてくるのを特徴になってきます。具体的に言うと、今回は、まあ、13歳6ヶ月ぐらいからですね、赤いシフトがね、だんだんこう右にシフトしていくんですけども、だいたいそれぐらいの時期からですね、いわゆる思春期症状が他のお子さんよりもですね、だいたい1年程度ぐらいですね、まあ、遅れて出てくるような印象になってくるかなと思います。で、ここからだんだんですね、追いついてきて、14歳0ヶ月ぐらいですと、万寿系でも 162.5、 平均でも 167.5 ということで、ちょっとですね、だんだんね、右側に近づいてくるのが分かります。16歳まで来るとですね、万寿系といえどもですね、170ちょい弱ぐらいまで来て、平均的な 175cm でも173ってことで、その差はですね、今まで 5cm 程度推移してたものが大体ですね、まあ、3センチ程度まで詰め寄ってくるっていうのが特徴になってきます。次、16歳から18歳のデータになります。まずポイントを押さえていただきたいのが、16歳から18歳までは平均的にですね、大体2センチ程度しか身長が伸びないんです。それに対して万寿系というのはですね、170弱ぐらいから173ぐらいまでですね、まあ、大体3センチ程度ですね、身長が伸びることが望まれます。1センチしか違わないじゃんと思ったかもしれないんですけども、成長率っていうような形で言うと、3÷2は 1.5 なので 1.5 倍のペースで身長が伸びているっていうね、そういう表現もすることができます。ついにですけども、18歳の時点ですと、平均的なね、175センチのペースとの差はですね、もうほぼ2センチ程度まで迫ってきます。そしてさらに超万寿系の特徴としてはですね、ここからさらに次のステージですね、じゃん、こちらですね、もう黄色いラインはですね、もうそこで身長が止まったというようなね、過程になるんですけども、万寿系ですので、ここからさらに身長が伸びます。18歳0ヶ月 172.8cm、 19歳0ヶ月 173.4、 20歳0ヶ月 174.5、 21歳175という形で、まあ、今回ね、21歳で175に到達するペースで 175cm が描かれております。ということでね、参考になりましたでしょう。もう一回ね、順番に見ていきましょう。ここが5から8歳です。じゃーん。ということで、次が8歳から12歳。こちらです。じゃーん。で、こっちは12から16歳。じゃーん。で、ここが16歳、18歳。じゃーん。で、ここが18歳から21歳。こちら、じゃーん。ということで、だいたい最初は170センチぐらいのペース。まあ、5センチ下がるペースから、13歳ぐらいからですね、まあ、少しずつですね、175のペースに近づいていって、16歳、18歳とより近づいていって、18歳超えてもですね、やや身長がですね、伸びて175に到達するというのが万寿系175の特徴になってくるのではないかというふうに考えます。参考になればと思います。今後もですね、身長に関するのを、ね、配信していきたいと思います。身長に関するもし、ね、疑問がありましたらですね、ぜひね、コメント欄の方に記載お願いします。身長先生に聞けの方ですね、どんどん答えていきたいと思います。身長ビヨーン、バイバーイ。